ですから。今日もおやつまた時間が、そう。ゼリー、だってこんなゼラチンあるから。ゼラチン大統領があるから。名前？これさ、もう作ること当てちゃっていい？ゼリー。ゼリーだよ。何のゼリーか、まあ、先生かじゃんけん。待ってください。メロン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 、メロン。これをですね、普通に1個は食べます。1個は普通に1個は、っていうか、食べてください。この1個は、お供を食べます。これはだからゼリーともう一つパフェ、メロンパフェにします。パーフェいいでしょ。イエー、メロンだけのパフェ。いや違う、行水行った時何買った？アイス、超でっけえアイス。だからアイスのパフェ、だからアイスのでしょ。まずパフェ作りたい。パフェはすぐできるのよ。ゼリーもほら固まるまで時間かかるから、これを先にやっちゃわないといけない。で、冷やし固めてるうちにパフェを作る、うん、そう。これは捨てていいかな。あ、これ犬にちょうだい。いいよ。やった。これどう切んの？じゃんけん。待て待て、こう切ってこうか。捕まった。あ、こうか、横かな。横だと思う。横かな。こう立つんだもんね。うん、こうは立たないもん。どう思う？横じゃない。じゃん、こう切るか。うん、じゃんけんぽっからけつよよいのよい。あ、二人だとあと強いな。ちくしゃ、ちょっとメロン切ったことないわ。あとメロン切ったことないわ。先っぽを刺して切って切ればいいんだ。切れるもんなんだべか。あ、いけるいける。気をつけてよ。あ、切れる切れる。硬い。やばい、意外に。あ、いけるいける。せーので、パッカーン。おお。なるほど。あ、こうね。オーケーオーケー。種食べれるの？種は食べれないよ。取る。だこれはまだあのあれだから、あ、種を取って冷蔵庫に入れます。うん、種取れる。うん、うん、取れる。手で取るんじゃないんだ。手で取らないよ。いい、こう。あ、そういう感じで取る。うん、これはこっちパフェで。もう何個食べてもいいかな、音は。そうなん。うん、ただのカーブアップだから。あんまここほじくらない。種だけ取ってくれる。はい。そうしましたらゼリーですので、美味しい。うん、どう？めっちゃ美味しい。美味しいね。このまま食べたいんだよね。そうしましたらこれを、これ難しい。これ難しいかな。これ器にするんです。そうなの。うん、ゼリーのね。すごい。いや、これなんか穴開きそうだな、これ。そう？うん。意外にこう、なんていうの、そこが。なんか、さ、汁出てた。うん？え？ほら、
出てる、あ、垂れてきてるだけだ、これ出てるんだ、うん、それは嫌だ、それは嫌だよ、ね、メロンピザとかどう、斬新じゃない、斬新だ、斬新かもしれない、あ、これ限界かな、白くなってきたぞ、今の先生誰、おとか、リノが助手、助手、アリノキャプテン、助手、二人の時は先生が助手じゃなきゃダメなんだ、じゃあ助手ね、あ、少ないな、これ意外にね、これ、ね、これ少ないわ、おいしさすごい、グーってずっとピーマン2個しか食べてないもん、あ、そうだね、リノも2個で、なわけないじゃん、じゃあマー君4個食べたの、うん、まさか4個食べて、食べてないわ、食べて、マー君4個も食べてないよ、ピーマン、マー君3個だって、3個だってよ、じゃああなたも3個なの、そうか、どう、いいね、いいか、よし、じゃあ助手、はい、砂糖、砂糖入れようか、ちょっと待って、甘み見よう、甘みを見よう、じゃあ、じゃあマジックしてください、いいですか、はい、はい、どうぞ、いいよ、甘みをね、別にこれあれだよ、飲みたいからやるんじゃなくて甘みを見ないと、うん、あれでしょ、うん、甘かったらていうか半分でこれしか、最高だ、おいしい、本当だ、でもこのまま一気に行きたいんだけど、ダメ、そこへゼリーにするのか、あえて甘くしようじゃん、うん、ね、ゼラチンの、ゼラチンはあれだよ、いつも失敗するんだよね、あっためてからよ、あっためてからよ、いいんだよね、いや、こっち家賃10多いかな、多い感じするな、どう思う、多くないと思う、そうかな、まず一袋入れて様子見て、まだこのゼラチンのね取り扱いが未だによくわからないんだよね、どう思う、その辺どう思う、あ、すごいすごいすごい、うん、どう思う、あれ、種、まあいいか、よし、入れてみよう、よし、じゃあ、いくよ、10、せーの、で、フィーバー、え、いや、それ沸騰してますよってことなんじゃないの、そうなん、うん、簡単だね、簡単でしょ、だけど食べるまでに、そう、時間がかかる、おお、あ、ちょっと偏ってるわ、すごい、うん、この白いのはどうなるんだろう、透明感ないな、透明感なくないか、ない、ちょっとぬるっ、
あ、味は良い。味は良いよ。じゃあこれあと冷やし固めるだけ。はい。冷やし固めたと同時にパフェ作れば、パフェとゼリー食べられるでしょ。これ思いのほか少ないからな。もう一個かき氷、かき氷メロンゼリー、かき氷メロンパフェやろうと思ったんだよね。どう思う？寒くてかき氷どころじゃないでしょ。うん、パフェがいい。いや、だからかき氷パフェよ。ああ、寒いと思うよ。寒いもんね、首がいに。ね、何度？21、2度かな。よし、よし、よー、オッケー。昼いらないんじゃないのね、これ、うん、これは。昼いらないんじゃない。昼パンでいいんじゃない。な、よし、じゃあ3時間後ですね。はい。何？赤手スパイダウンマン。赤手ってどうやって書くの？赤手。赤手って？赤い手。ほら、赤じゃん。それ爪だけど。あ、赤爪じゃないの。私の名前は赤爪。違う。私の名前は赤爪スパイ。いいですか。はい。さっきはチラチラ見てるんですけど、明らかですよ。はい。先生。これで全然。うん。夫だよ。リノマン。見てくださいこれ。明らかに。全然固まってないっていうね。ね。でこれ路線を変更します。はい。これはゼリージュースとします。ゼリーメロンジュース。うん。だからあのメインのパフェの方を内緒でこれしっかりをちょっとてんこ盛りにしようかな。これだからできるまで冷やしよう。これだから持っていくとこうやって持ってくるんだよ。うん、ストローさしてね、目つぶって。ハワイアン、ハワイみたいな。ハワイかな。ハワイってなんだっけ。ハワイって、ハワイでこういうの何つけるっけ。ストロー、さくらんぼか。うん、違うよ。お花こうやってつけて。お花ないわ。ストローをこれ。ではこれを、赤手スパイダーナ。どうしようか。ちょっとこう、もうちょっと深く食べるときはこうご自分たちでこうほじくってね。はい。食べてほしいんです。イエーイ。好きなように。うん。すごい汁出てきた。そうだね。これあくまでもパフェ当初の予定としてはね、うん、ここにかき氷、あ、かき氷ザーってやってやろうかなと思ったんだけど、うん、いいね、やろうやろう。寒いでしょ今日。うん、なんかそうでもねえなっつって。これ種でしょこれ。うん、これ種でしょ。多分予定変更。ん？予定変更変ね、これ本当は。それでガーってやっちゃえばいいんだよ。そうなの。うん、いいね。あ、いい。それは誰が選んだやつですか。リノが選んだよ。開けていい。うん、ちょっと待って、ちょっと待って、あれだ。パフェなので、やはり違うフルーツ。お、キモモ、キモモ、キモモを。これどう入ってんの。チョコ、バニラでこう入ってんのか。半分入ってんじゃない。これやったことある。やってごらん。原理わかるでしょ。うん、はい、ちゃんとガッツリ押さえないと。そんな力入れないんだぜ。グーって握らなくてもいいんだぜ。ここにちゃんと噛んだらこのままこういう感じ、はい、その持ち方じゃ絶対できない。
噛んでるでしょ、うん、そしたらこう押すだけ、ここほら、これできないとキャンプできないぜ。うん、それで押す。ああ、握力ないからね。なるほど、そういうこと。うん、あ、できないんだ。やったことない。やったことないけどできないよね。でもこれ今初めてやった。え、見たことは、やったのは、やってるの見たことはあるんだけど、やったことはない。誰の？ママ。ママの、うん、ママどういうのやる、これで。缶詰とか。こっちじゃない、ママの缶詰って。こんなのやるかな、ママの缶詰って。そうしましたらですね、キーママさんを入れてください、ズボッと。汁も。ああ、違います、違います。ちゃんと取ってやるんです。取るんです。取るんです。これをですね、一個じゃでけえ。ねえ、これさ、これの形じゃない？一個じゃでかいから。切るの。ボボ。ほら、これハワイワンでしょ、うん、こっちの方がハワイワンじゃん、うん、ハワイワンじゃんハワイアンせーの、おもういいね、いいどうしよう。パフェって普通ほらコーン入ってるじゃん、下に、うん、ない、あ、ウエハースか。おかしいか、おかしいな、下にウエハースはおかしいわ。おかしくない、おかしいわ。ここにしよう、こうしよう、こうしてみよう。 No 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 no、 こうしよう、よし。そしたらアイスも乗せちゃう。Yeah. こうたっぷりいこう、遠慮しないでたっぷりいこう。じゃじゃじゃん、柔らかい。うん、今ちょっと出してたから。どう？いいね。ほら。お。これを。アイス屋さんみたいで。どう？ほら。おお。どう？これを君たち分となると俺じゃ少ないから。こうしちゃったりして。いいね。どう？あとチョコとバニラだとどっち好き？このアイスに関しては多分チョコかな。何笑ってんの？昨日はバニラだと。いや、これチョコ美味しいよ、絶対これ。チョコはね、1個にしよう。チョコ1個。え、なんで？そしたら、もう一回乗せる。てっぺんに上ハウス乗せた。こうでしょ。いいね、オッケー。よし、じゃあこれしまってくれる？はい。これ落としてるの時大量に食べるから。ダメ、大量はダメ。そうしましたらどうしようかな。ホイップあるよ。ホイップね、まだちょっとあるよ。これをですね、すごいグーってなるね。全部いっちゃう？どうですか？いいね。これはデブ。これはデブだね。ね、デブだ。どうですか？いいじゃない、これ。どう思う？あと何必要？あとウェハース。あ、先生。あ、分かった。あれだ、あれあれあれ。あ、それやめましょう。これやめ、それ今日はやめましょう。それちょっとやはりこう、なん安っぽく見えるちゃうんだよね。安っぽくこれじゃないですか。あ、ポッポー開けていい？いいよ、それ最後閉めて、それ一番重要。分かった。いい？いいよ。
刺すんだよ。赤刺し方のセンスでこれが問われるんだよ、これ。大丈夫？折ってくれてるじゃない、ちょっと。え、折って折らない、折らない。このままこう刺すんだよ。そうか。そう。これどうする？食べて。はい。うまっ。ね、ここにブス、ブスってこう刺したい。ブス？違う。い、いきます。どうぞ。お願いします。うん、これね、いいとこ3本、いいとこ3本だ。あ、なるほど、いいかも。ちょっとホイップ溶けてきました。じゃーん、いいね。やっぱこれだ、最後これだ、最後これにしよう。あ、面白いメロンパフェね。ね、このシロップはね、別にケモモにも合うからいいと思うんだけど、うん、うん、どう？おお、上手、すごい。で、飲み物もいらないわけよ、あれあるから、うん、どうですか？いいね。やりました。絶対これメロンパイ。メロンパイ、食べてるかな。うん、ダセ。マコンこっち向いてるから。そうだね、今見えなかった。すごい。うん、一つはすごいと思う、見た目が。すごい誕生日みたいだよ、マックン。ちょっとこれね、いいよ。うわー、やばくない？なんじゃこれ。なにこれ。え、どうやって？メロンジュースです。そうです。へー、こっちはメロンパフェ。これ絶対美味しいわね。ちょっとすごい食べたい。食べたい。お、いい匂いする。いい匂いはする。匂いはすごく。いや、これは普通にメロンジュースだから美味しいわ。触ってみたい。え、ちょんちょんしてみたいってこと？うん、うん、いいよ。じゃあせーの。ちょっとは固まってるでしょ。ちょっとちょっとは固まってんのよ。おー、5時間じゃ足りないんだよ、この料理じゃ。そっか、あれはゼラチンもう一袋。はい、そうだ。でもこれ加熱は甘くないと思うんだよね。うん、ビジュアルいいね。ビジュアルいいわ。すごいですね、これは。こっちはストローでシューって飲んでもらって、うんうん、こっちは好きなところをほじくって食べて。一回、一回交換交換、思いのまま食べてみなさい、うん、あとはほじくって、こっちに持って食べる。そのスタイルでいいんじゃない？アイス溶けちゃうから。マくん、これね、チョコアイスしかないと思ってるよね。うん、バニラこの下にあるんだよ。ねえ、オッケー、いっせーので。うまい。うまいで。うまっ。ちょっと飲んでみて。うん、いいよ、まだいいよ、飲んで。え、下も固まってない？ちょっと回してごらん。固まってないね。固まってるね。うん、ちょっとメロン感ある。いや、メロンだから。浅い、ここ、うん、浅いって。ウルトマドラゴン、何それ。音を飲んでみて。うん、いいね、ちょっといいですか、うん、じゃあここ買った。なんかさ、ここ通るときレモン色じゃない？それはストローのその色なのかな。そうか。いいですか、どうぞ。ゼラチン固まってるじゃんね。うん、でもこれ砂糖入れてちょうどいいぐらいだよ、ね、これ甘くていい。
うん。あ、これだからほら入れる前にこれごと一気にいけるわって言ったでしょ。うん、いけるわこれ。ねえ、これ誕生日に食べさあ飲んだり食べたりしたい。時期的なもんだから。そう。やはりメロン。あ、これメロンのまん。誕生日にメロン、こういうのがいいの？うん、メロンケーキってさ、音絶対美味しいと思うんだよね。マーク分かったんだけどさ、ここ切ってさ、こっち行こうか、アイス溶けちゃしません、うん、マーク、うん、これ切って何マーク、あー、固めた、これ切ってさ、うん、これ切ってさ、メロンのやつさ全部切り取ってさ、入れたんでしょ。そうビリってミキサーしてね、これさ、持っていくときさ、こうやって持つじゃん、うんうん、その時こことここ、こうやって押さえなきゃ、うん、ゴロンってこれ傾いて、これとか全部ぐっちゃってなるから、こうやって持ってきた。さすが持ってくる先生。うん、イエーイ。いいよ、せーので、うん、いただきま す。あ、やばら、あ、一緒に食べんな、うん、アイス制覇しちゃったら、うん、アイスね、うん、じゃあいただきます。わお、あ、桃いくの、うん、桃好き、好き、もうお皿持ってって、うん、よし。あ、最初こう、このまま食べてほしかったな、まあいいか。ん？うん、いいよ、食べやすいように食べて。いいね、いいよな。音ちっちゃい頃こんなの食べたことないよ。そうなの？うん、なんで？まあ音ちっちゃい頃なかったけどさ、うん、あるんでしょ。ないわ。これメロンパフェだから、メロンをまずここほじくってくれないと、ここ、うん、ここ、ここほじくるんだよ、うん、あ、そうやって食べるの、うん、そうそう、こうやってこう、これ食べていい、このトッポ、うん、食べたい、食べて、はい、うん、あ、入っていったのに、ちょっとこれこれ、うまっ最高、マジの顔してる今、うまい、より5回もメロンなんて1年食べないでしょ。うん、今、うんって一緒に言ったね、うん、こういう食べ方の方いい、普通にメロン食べた方がいい、うん、こういう食べ方がいい。見てこれ、リーチリーチリーチ、ほら、くっついてるくっついてるくっついてる、リーチ、あ、リーチだ、すごい。え、おやつランキングですよ。2位、あ、そう、うん、ワンワン、そう、もうランキング、ワン、これはデブにないこと、うん、5位かな、おやつランキング、これ2位、うん、おやつランキング1位発表するか、うん、ウインナーみたいなやつ、ああ、またそれか、あれ、あれ好き、あれね、あれ超美味しいから、あれよ、あれとはまたね、ジャンルが今度違ってくるよね。あの場合はあれスイーツじゃないから、おやつではあるけどスイーツではない。あれ、お腹いっぱい、ちょっとそれ食べてよ、もう食べちゃえよ、うん、食べちゃって、はい、うん、もう一玉いける、いけます、んジュースならいけるんじゃないね、うん、ジュース、そうだな、ちょっとあれ、どうなんだろう、あれ、どうなんだろう、なんであれどうなんだろう、2回あのまま経験できないのかな、うん、できるんじゃないの、ねえ、ひなさん、よく見るのがさ、ミックスコーやって、どうなの、音つながってるやつ見つけたよ、うん、今よく見るんだけど、パフェのこういうやつに、うん、なんかこう、はい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 、今
言うのと言いたい。当ててリノが言いたかった。メロンをこう切ったやつの皮をちょっとこういう感じでこう刺さってるって言いたいんでしょ。うん、あ、違う。いやいや、そうだもん。何も違う。何言うじゃん。メロンがなんかこうお花みたいに乗ってるの見たことあるのさ。真ん中に。真ん中。メロンをこうやってくるくる。でもさ、えてしてあのそういうお店で食べるメロンってペライでしょ。ペライよね。で、あんま美味しくないじゃん。やっぱこういうのよりは。うん。え？でチョコレートで真ん中を表していて。お花。チョコレートで真ん中を表しているの？うん。チョコレートでここは真ん中ですよみたいなものを表しているの？うん。わかる？わからん。ゲリしないでよ。ゲルティンしないでよ。あ、もうギブ？モードはあるよ。なんかここまでこうなっちゃうと美味しくなさそうに見える。うん。いや、ブチブチ。ホイップ最初に食べちゃえばよかった。ね。パフェ今年初めてでしょ食べたの。お店でも食べてないはずだよ、うん、パフェ。食べて。食べてないよね。森の。え？森の？森の。モーリーのチョコレート卒業したから。はっはっは。何言ってんの？卒業してないだろう。うん。さっきトップバレバレ食べてたのが。トップアイスのチョコ。いや、アイスのチョコね。だってバニラパフェなんてないからチョコパフェしかないから。いのチョコパフェは。チョコバニラパフェだよあれ。言ってみればチョコレートパフェだけどバニラアイス乗ってるじゃん。まあだけどリナバニラだけとかそういうのがいいかなって。言われてみればバニラパフェなんてないね。バニラパフェなんてない。必ずチョコシロップ的なものもかかっているし。なるほど、さくらんぼ。じゃあバニラパフェ作るか。バニラアイスをまた作るんですよ。え、あるじゃんまだ。いや、俺買ってきたやつだから。何言ってんの。僕デブになるでしょ。デブになってお願い。